ワイス軍はアメリカ合衆国バージニア州の南西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は29,235人であり、2000年の27,599人から5.9%増加した。軍庁所在地はウィスビルであり、同軍で人口最大の都市でもある。チスウェル取り出記念碑、ワイス軍は1790年に、 モントゴメリー軍から分離して設立された。軍名はアメリカ独立宣言にバージニア人として最初に署名したジョージ・ワイスにちなんで名付けられた。南北戦争の時、軍内でコーブマウンテンの戦いが起きた。ワイス軍にはオースティンビルという街があり、有名なスティーブン・オースティンの父であるモーゼス・オースティンとその兄弟のスティーブンが設立した。 1790年代、オースティン兄弟は、鉛と亜鉛を産出する鉱山を取得した。町の名は、オースティンという姓から付けられたものであり、兄弟の中の誰かを指すものではない。鉛が採掘され、新生感もない国中に、搬送された。産段も製造された。ホスターズフォールズ近くにジャクソンフェリーショットタワーが、現在も建っており、ワイス軍民への遺産となっている。 鉛は牛の力と滑車装置を使ってこの塔の上に上げられた。鉛がデトルトの中で溶かされ、塔の頂部にあるふるいを通して注がれた。溶けた鉛の雫が150フィート落下する間に丸くなった。弾丸は湯沸かしの中に集められ、奴隷労働者が入川岸近くに掘られた110フィートのトンネルを通って湯沸かしの中の弾丸を回収した。 新しくアメリカ合衆国環境保護庁標準が成立し、鉛の市場も小さくなったために、この沿さ山は1982年に閉鎖された。坑道は水で埋められており、メインシャフトは1100フィート以上下に伸びていた。軍内でもう一つ注目すべき地域として、フレンチ・インディアン戦争当時の砦にちなむ、フォートチスウ数ルの未編入町がある。 この砦と周辺の建物は、軍庁所在地として機能していたが、そこから約10マイル西にウィスビルの町が設立されて、役目を終えた。この砦は荒廃し、1970年代に、週刊高速道路77号線と、同81号線の交差点が建設された時に、その廃墟も下に潜った。砦があったおおよその場所に、ピラミッド型の記念碑が建てられている。 砦の名前は、オースティンが買収する前に、遠行産設立に貢献したジョン・キスウェル大佐に、ちなむ命名だった。ワイス軍の位置は、週刊高速道路77号線と、同81号線の交差するところにあり、結果的に工業と観光業の成長につながることになった。近年、ゲータレードとペプシの製造施設ができたが、これは、アクセスの容易さと、 東部海岸の中央にあるという位置づけによっている。客室数数百になるホテル、トラック駐車場数箇所、及びレストランなど旅行関連の事業ができている。観光業は様々な形態をとっている。様々な歩道、キャンプ場、公園などアウトドア活動を楽しむ機会は多い。2006年に最初のワイン醸造所がオープンし、2007年にも続いた。 ィスビルにはディナーシアターがある。ワイス軍庁舎全面のファサードアメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は465平方マイルであり、このうち陸地463平方マイル、水域は1平方マイルで、水域率は0.29%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。